俺のような立派なヒーローを目指せ。先生、湯冷めしちまうぜ。あ、今俺の頭見てなかった？いえ、そんなこと。あのクソついた指であっち向いてホイ仕掛けてくるだ。夢か。強大すぎる。俺のパワーを封印する役目を持つ鎧が今砕かれた。そうか。町全体に崩壊の波が広がっていく。一件落着だな。砲丸投げ！垂直旅！小村たたき！ハンキングマシン！あ？ロングサイズのポテトが。なくなっている。その頭では言い逃れできないな。いや、ほら、俺だよ俺。趣味でヒーローやってて、割と活躍してる。お前など知らん。あ、そうすか。もうこれほど強くなれたら、埼玉先生、俺には倒さなければならない宿敵がいるんです。これは俺一人の戦いじゃない。俺の故郷や癖の博士の思いも背負っているんです。自分が未熟なのは分かっている。しかし今は何としても巨悪を粉砕する強大な力が必要なのです。クセの博士は俺に。バカ野郎、20時以内で簡潔にまとめやがれ。今日も平和だ。やったか。ごめん。これは早急に終わらせた方が良さそうだ。待てぞらー。俺との決着がまだついてねえぞ。なんだあいつは。構成員の頭はスキンヘッドで統一され、非常に危険な雰囲気に包まれています。外出された際にスキンヘッドを見かけたら、すぐにその場を離れてください。なんだと。俺と被ってんじゃねえか。あんなの聞いてない。ここは退散して仕切り直しだ。みけ。嘘だろ。何書いてんださっきから。先生の教えや修行内容を記しておこうかと。やっべ、またハードルが上がった。俺がジェノスに教えることなんて何一つねえのに、騙してるみたいでこのままじゃ気が引ける。考えろ、何か無難な修行方法とか精神論的なのとかこじつけでもいい。あ、ダメだ、筋トレしか浮かばねえ。でもそれじゃジェノス納得しねえし、そもそもサイボーグだし。そういチェックメイト。あ、すまん。いや、わざとじゃないんだよ。寸止めしようと思ったら勢いでぶつかっただけで。あ、ってことで、お前は S 級10位以内を目指せ。それが当分の修行ってことだ。なるほど、やってみます。納得してくれた。ああ、よかった。あ、まあいっか、まで。彼はあんまり素性がよくわからないところもあるし、他の組織のスパイの可能性も。って、そんな顔じゃないか。うん、それはファのシャープです、先生。ファー。それだとミになります。じゃあ、ミー。ミです、先生。それはミの音です。ミー。一遍退治されて頭でも冷やせよ。お前だよ、ハゲ。
先生は強力な敵ばかりを倒してきたからご存知ないでしょうが、 C 級といえば主にひったくりや強盗、通り魔などを退治して過ごしているようです。 C 級は数が多いため自主的に活動を続けないと生き残りが難しく、挫折して転職する人も多いらしいですよ。サラリーマンの飛び込み営業のように足で成果を出さないと誰も評価してくれないんだとか。漫画読んでる場合じゃなかった。行きますか。お前は先生。ああ、だってまあ71点の C 級だしな俺。そうか、さっきは C の字の上半分を S と見間違えたということか。分析すんじゃねえ。確かに昆布は髪にいいと聞きますが、実は医学的な根拠はなく発毛作用などは確認されてないそうです。一通り調べたので間違いないです先生。例えばこのサイトによると。何も言ってねえだろ。恨みたきゃ勝手に恨め、このハゲ。ハゲはお前だろ。んだぞ。セミナーの話だと C 級ヒーローの場合1週間ヒーロー活動を行わないとヒーロー名簿から除外されるって言ってましたが、先生は大丈夫なんですか。そんなこと言ってたっけ。懐かしいの、あの頃のような活気あふれる道場を再興させるにはやはり強力な若い力が必要。んこやつもう